はい、こんにちは。偏差値65への算数。今日は円と直角二等辺三角形を組み合わせた問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私滝谷直樹が35年間の授業界の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。よかったらチャンネル登録、そして再生リストにも飛んでみてください。もうちょっと力がつけたいんだけどなっていう時に助けてくれるような夢のような動画に出会えるかもしれません。さあ、では早速やってみましょう。直角二等辺三角形の3つの頂点を中心として半径2センチの円を描く。この3つの円に共通する部分の面積は小数第3ヨシア誤入すると四角平方センチメートルとなる。ただし一辺2センチの正三角形の面積は 1.73 平方センチメートルとするということですけど、さあ、もう一回ちょっと図を見ながらねやってみましょう。直角二等辺三角形の3つの頂点を中心として半径2センチの円を描く。さあ、一辺が2センチの直角二等辺三角形の頂点にそれぞれ半径2センチの円、頂点に半径2センチの円、頂点に半径2センチの円を3つ書くと。で、その時に共通している部分、例えばここと、ね、ここでここになって、さらにここが入るとすると、この赤い部分がこの3つの円の共通する、ところの面積を求めなさいと。で、この時に割り切れないので小数第3位以下を四捨五入すること。そして正三角形、一辺2センチの正三角形の面積を 1.73 平方センチメートルとして計算すること。さあ、これね、どういうふうに、やればいいのか、ね、これね、分けるんですよね。これね、こういうふうに線を引くと正三角形ができますよね。で、さらにここにピッと線を引くと、ね、こうやって3つに分けます。さあ、3つに分けて、このここと、ここと、この真ん中で、ちょっと出していきましょう。ね、じゃあ、ここ、扇形です。半径2センチで、さあ、中心角何度かっていうと、これ正三角形ですね。90度ですね。60度ね。これ30度です、ここが。こちらも同じように30度ですね。だから、この扇形は、ね、30度の中心角です。ね、直角二等辺三角形90度。こういう正三角形。90から60引くと30度。この下も同じ。だから30度です。中心角がね、ごめんなさい。半径2センチで中心角が30度の扇形。まずこれを出してみます。2×2×3.14×360/30。ね。これがここです。ね、と、12分の1になりますね、これね。12分の1。さあ、そして、2と2と12で、約分すると、3.14×3分の1。3.14÷3 です。まあ、割り切れないんですよね。1、0、1.046 ですから、小数第3位者5にすると 1.05 平方センチメートル。
まずこれが 1.05 平方センチメートルです。さあそしたらこの細い部分どうやって出すか。さあこれ半径が2センチで中心角が90度の扇形から正三角形を引けばいいですよね。中心角が60度で半径2センチの円。で、ここで正三角形を引くとここが出ます。正三角形は 1.73 って言ってますからね。2×2×3.14×360/60 引く 1.73 です。さあ、これ6分の1に変えて、2×3.14、6.28×3/1引く 1.73。さあ、6.28×3/1、6.28÷3。2.093 ですから、ここ2.09です。だから2.09引く 1.73。ね。これは 0.36 でいい？ね。0.36 ね。だから、この細いところは 0.36 です。ここも同じやり方ですよね。半径2センチ、中心角60度の正三角、扇形から正三角形引けばいいわけです。同じ 0.36。ですから、さあ最後。1.05 が真ん中。足す 0.36、2つですね。1.05 足す 0.72 です。だから 1.77。1.77 平方センチメートルですね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。